はい、えー、バカは死んでも治らない。バカは死ななきゃ治らない。いろんなね、ひどい言葉があるもんなんですけども。まあ、それはさておいてね、今回、あの泉忠さんがまた登場してきて、サプリメントを売るみたいですよ。何なんでしょうね。ノアコインについての発信はもういいんでしょうかね。D9 についてはもういいんでしょうか。なんか数々のね、被害者を生み続けて、それでもなおかつ、またこの泉忠さんの放送を見たり聞いたり買ったりする人がいるのは、一体、 どっちが、どうなんでしょうか。泉さんの神経を疑うべきなのか、それとも、ここまでやられても、まあ、なおね、泉さんに期待を持っている多くのお金を失いたい方を同行ううするべきなのかなと、迷っちゃうわけなんですけども、まあ動画の内容は私も見てないんですけども、こういったスクリーンショットが私のところに送られてきました。泉忠さんね、たくましく生きてるみたいですね。楽しい人生ですよね、きっとね。泉さんのお父さんお母さんも、 とお喜びでしょう多くの方の被害者お金を失って人生を諦めた人様々いると思いますけどもその上にこの方が成り立っています何と言いたいなことでしょうか一体ノアコインっていうのはまだ,だにノアコインをどうこう言ってる人がいますけども何でなんでしょうねいやもう自由なんですけどもね宇宙人がいるぞと UFO が出てきたっていうふうにいまだに言ってる人と同じぐらいこのマーケットっていうのは不思議ですよね いや、私もね、宇宙人や UFO ってのは未だにいると思ってますし、私も何度か見てるんですよ。見てるんですけども、まあ、馬鹿にされますよね。宇宙人や UFO の探求にお金をかけたら、本当に笑われますよね。でも、ノアコインよりはマシなんじゃないかなと思ってね、ちょっと安心してるところなんですけども、さあ、ノアコイン、もう話題にも出なくなりました。これが、逃げ切りってやつです。D9、もう話題にも出なくなりました。ワールドベンチャーズなんかそんなもありましたね。 リゾネットでしたっけもう名前忘れましたけども、いろんなことで、ね、お金を集めるのが上手な泉忠さん。ただし、お金を払った人はみんな涙に暮れています。ああ、泉さんよかった、ありがとうってう人は果たしているんでしょうかこれからも泉さんの活動に、まあ注目はしないんですけども、勝手にこういう情報を私のところにも飛び込んできますので、まあとりあえず無責任なコメントを残させていただきます。それでは、ボンボヤージュ。